パパ部門受賞者は佐々木健介さんです。どうぞお願いいたします。おめでとうございます。奥様の病気に家族とともに立ち向かう姿、2人の息子さんのご飯作りの奮闘ぶりが話題となったパパです。こんなにも前向きな姿勢で世間を感動で包んでくださいました。それでは記念品の贈呈でございます。おめでとうございます。それでは写真撮影の時間です。皆様お願いいたします。この度はこのような素晴らしい賞をいただきまして誠にありがとうございます。本当にこういう賞をいただけるのは本当に子供に感謝したいですね。なんか本当にもうね、赤ちゃんの頃から日々大変な時期も結構あったんですけど、でもその大変さが親としての喜びに変わり、今までやってこれました。本当に息子たちに感謝です。本当にありがとうございました。おめでとうございました。なつくんすけさん、今日はあれですか、あのあきらさんからなんかしっかりやってこいとかなんか言われました？もう言わなくても想像ついてるしねえ、よくなんかこういう時は分かってんだろうなって何をでしょうねちゃんとやってこいよって思ってでもそうすると、あの、はい、明さんは一つ一つの仕事をちゃんとチェックされてるんですか？そうですね、まあ、本当に、まあ、怖い一面もあるんですけど、はい、すごい優しい面もすごくあるんですよ。例えばどんなとこですか？いやどうしたんですか？いや、まあ見えて、やっぱりすごい母性本能強いんで、こう子供を優しくしたりとか、もう人の子供でもこうね、うん、こう優しくするじゃないですか、はい、でもたまにその反面僕にすごい厳しい時があったりとかまあそのちょっと僕はそのツンデレにやられてました今。あ、その落差にね、はい、落差に。うちの、まあ、ユニー花ちゃんっているんですけど、花ちゃんもツンデレなんですけど、うちの嫁もツンデレです。でもそのもうデレ、北斗さんのデレが想像つかないんですけど。そうですよね。あまりデレが、デレが、ええ、例えばどういうデレがあるんですか？ツンは分かるんですけど、ええ、健介さんに対して。そうなんで、こう座ってたら横に来てこう、よかった。かわいい。かわいい。かわいいですね。いいでしょ、いいでしょ。いいでしょ、ね、いいですね。ねえ。ええ、いや、かわいらしいですね。それがあるからね、日頃怒られても僕は耐えれるんだなって思う。ご褒美。はい、ご褒美。だからこうムチと飴とムチってあるじゃないですか、はい、こうムチ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 飴ムチ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 ってもうほとんどムチなんですけど、その飴のね、甘さがすごい半端じゃないんですよ。なるほどね。もうちょっと飴いただきたいと思わないですか？もう一個ぐらいね、もうね、もう一個ぐらいね。ちょっと最近はいかがですか、様子は？最近そうですね、はい、まあまあ、大変なのは分かってるんで、なん少しでもこう笑える空気にしてあげたいなと思って、はい、なんとか頑張ってます。一番こうなんかさしのやってあげたいってことは何ですか？やってあげたいこと、やってあげ、健介さんがやってあげたいって、雨の代わりに、なんかあるんですか、あのこれやってあげたらすごい笑ったとか、横田さんがデート、手をつないでこう外歩きたいなと、もっとね、まあ、今あんまり外歩けないんで、もうちょっとしたらこうね、それを楽しみに、はい、ちょっと待って、手をつないで、はい、手をつないで、はい、デートですか？普段はでも手つないでます。でもいつも手つないでます。うわ、そうですね。だからそれを回数をもっと増やしたいなと。あ、なるほど、はい、いつ頃できそうですか？いや、もうはい、はい、すぐにでも、すぐにでも、ね、近々できそうですか？もう今日やりたいなって。あ、そういう普通のことがなんか幸せやって感じますよね。そうですね、本当に。